それでは定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は知事からの報告事項は特にございませんので、早速ではございますが、幹事長の方からのご質問をお願いいたします。幹事社の毎日新聞です。幹事社からの質問は2点です。1つ目は振り込め詐欺警戒全県警報の発令についてです。県内で振り込め詐欺が相次いで発生しています。被害拡大の恐れが懸念されているところでありますが、詐欺の手口などの事件の内容と今後の被害防止のための取り組みについて伺いたいです。2点目が本県と石川県との観光パートナーシップ協定についてです。先週高松市と金沢市は文化観光交流協定を締結しました。すでに県の方では石川県と観光パートナーシップ協定を結んでおり、幅広い分野での交流連携が期待されていますが、今後両者が活発に交流連携していくためにはどうすればよいか伺いたいです。はい、最初の振り込め詐欺の方ですけれども、今年1月から10月末現在までの県内のいわゆる振り込め詐欺の認知件数が30件、被害総額約7600万円となっておりまして、昨年同期に比べると件数は昨年は18件、それに対して今年30件、被害総額も3700万円が7600万円ということですので、件数も被害総額も非常に増えております。その中で特にいわゆる還付金詐欺というものが、先月28日から29日までの間、未遂5件を含んで8件連続発生しております。その手口が、市役所の職員等を名乗る男から電話があり、医療費の還付手続きであるかのように装って、その後コンビニの ATM の方に誘導すると、そしてその被害者の方にこの ATM を操作させてですね、この電話をかける人間が最初の人間と、その後の ATM をこう操作してくださいという人間が別の人間ということで、その辺も手が込んでるやり方ですけれども、結局 ATM を操作によって被害者の口座から犯人側の口座へ振り込みをさせると、いずれも被害者の方は70代の高齢者の方であったと聞いております。こうしたことから今ご指摘ありました通り、制度施行後初のこの、いわゆる犯罪警戒警報制度ですけれども、振り込め詐欺警戒全県警報として発令して、10月30日から11月8日までの10日間、注意喚起を、この香川県安全安心まちづくり推進協議会として行っております。会長が私ということになっております。こうした警報を発令するだけでなくですね、県としてはその振り込みの関してうまい儲け話、振り込め詐欺等に注意と訴えるタペストリーを掲示してもらったり、ホームページ、メルマガ、ツイッターなどでいろいろと啓発活動を行っておりますけれども、今年度高齢者の方が楽しみながら学べるといいますか、そういう普及啓発用 DVD の作成、あるいはデイサービスセンターなどでの劇団による啓発、また大型商業施設での消費者啓発イベントの際にこうした PR を行っていくと、高齢者の被害発生の未然防止に努めることとしています。研究本部の方でも余市メールで情報提供を行うとともに、金融機関あるいはコンビニと連携して警察官またセーフティーパトロール隊がこの利用者への注意喚起を実施しております。10月31日にはコンビニエンスストアでこの声かけ訓練というものを実際に実施して、店員の方々の
自治体の力の向上に努めております。まあ、県民の皆様におかれましては、そのぜひですね、公的機関が税金とか年金あるいは医療費などを還付するということで ATM の操作をお願いするようなことは絶対にない、ありませんので、こういった詐欺の被害に遭わないようぜひ気をつけていただきたいと。またこのほかにもいろいろなさまざまな手口の振り込め詐欺あるいは儲け話投資勧誘等もございますので、やはり振り込む前にご家族ご親戚あるいは県においては消費者生活センターもございますし、警察にもぜひご相談いただきたいと思っております。もう一点の石川県との観光パートナーシップ協定の話でございます。もうすでに昨年協定を結んだところですけれども、この今年になってからですね、空港同士の協定というものも結ばれております。高松空港、小松空港の等の各空ビル会社が相互にパートナーシップ協定を締結しており、この催しとして今月の8日金曜日から10日日曜日まで小松空港で香川観光物産展が開催されます。去る7月20日から23日は高松空港で能登観光物産展が開催されましたけれども、今回は小松空港で香川観光物産展を行います。さらに民間の交流としてこの県両県のパートナーシップ協定締結1周年、そしてご指摘の高松市金沢市の文化観光交流協定締結記念ということで、11月24日日曜日には香川県側の瀬戸フィルハーモニー交響楽団とオーケストラアンサンブル金沢との合同演奏会が高松の方で開催されます。オーケストラアンサンブルは井上道義さんの指揮で、第1回の高松国際ピアノコンクール優勝者のパベル・ギントさんもお見えになると聞いております。それからですね、さらにいろんな有客関係あるいは県産品の販促関係ですが、本年度香川県石川県ともにイオンリテール株式会社と包括協定を結んでおりますので、今回11月16日から19日土曜日から火曜日にかけて、関東埼玉のですね、越谷市にイオンレイクタウンという超大型商業施設がございます。ほとんど町に等しいような大きな、ショッピングモールと聞いておりますけれども、ここで、石川県香川県の観光物産 PR イベントフェアを開催します。11月17日には私もこの会場に赴くこととしております。詳細については現在両県の間またイオンリテールと詰めておりますので、来週正式に発表したいと思っております。こういった形でいろいろと活発に交流連携を進めてまいりたいと、両県の絆によってこの観光交流あるいは、首都圏大阪県等からの誘客に弾みをつけていきたいと思っております。私からは以上です。ありがとうございました。それでは関連その他ご質問がありましたらお願いいたします。都内会放送です。蒲田までさぬきについてお伺いします。先月30日に J リーグのチェアマンによるヒアリングが行われ、知事も出席されて、行政側の対応の方は高評価を受けたようですが、クラブ側の方が昇格をしても J2 に昇格しても資金不足に陥る恐れがあると非常に厳しい指摘を受けております。この現状について今知事がどうお考えかということと、あと今月19日に理事会で正式決定がありますが、そこに向けてどのような結果を期待をしたいか、その2点お願いします。はい、チェアマンヒアリングに我々高松市長丸亀市長とも臨みましたけれども、その以前から現地こちらでのヒアリング等々がありました。
J リーグ側の指摘として、財務面、それから、いわゆるジュニアの部門ですね、そうした点、もちろんいわゆる観客動員の問題もありますけれども、その中での財務面の関係かと思いますが、Jリーグとしてはまずその1億円以上のスポンサー広告料収入の獲得、そして、現在の債務超過の解消ということ、さらに、今日ダブルところがあるかもしれませんけれども、来季 J2 に上がったとして、その安定して戦うための必要な財務基盤の確保というようなことのご指摘かと思います。こういった指摘に対して私の認識としてはですね、来期の広告料収入1億円の確保ということについては、これは目処は立っているのではないかと思っております。そういうふうに聞いておりますが、審査基準のクリアということで満足することなく、その、J2 で安定して戦うための収入の確保ということで、クラブの方でですね、努力されていると伺っています。また債務超過の方につきましてもですね、県市各市の出資も含め、ほぼ目処が立ちつつあると考えております。ぜひ J2 昇格に向けてですね、クラブ一丸となって、これを確実にクリアしていただきたいと思っております。さらに昇格した後の安定的な、戦うための財務基盤ということについて、この私はそのこれまで必ずしも順調ではない広告料収入につきましてもですね、やはり J2 昇格というこの見込みが出てきて、これは観客動員も同じですけれども、弾みがつくというか好循環が生まれつつあるのではないかと思っております。したがってこの J2 に上がるということと、そして上がった時に安定的にやっていくということが、これは双方ともにですね、同時達成といいますか、安定的に戦えるためにもやはり J2 に入るということがまず必要だということかなと思っておりますけれども、いずれにせよそのきちっと経営安定させていくためにも J リーグの方の指導をいただきながらですね、クラブとして現実的、具体性のある予算をきちんと組んでいただいておると思いますけれども、それの確実な執行と、若干前後しますけれども、いわゆる出資という意味では、持ち株会もですね、支援持ち株会も設立されて、募集活動を進めていると伺っておりますので、目標に目指してですね、これも到達するように頑張っていただければと思っております。県としては引き続き、これまでの競技場の改修等ですね、丸亀競技場の電光掲示板も新しくなりますので、使用料、広告使用料等の施設使用料等の大幅な減免、あるいは県のロゴマークの掲出、広報誌でのいろんな PR、さらには無料観戦での実施等と、今後も可能な限りの支援を行ってまいりたいと思っております。朝日新聞の高橋と申します。今の蒲田マーレの件で、その来期以降のですね、安定収入の確保ということを今知事おっしゃったんですけれども、蒲田マーレ自身がの努力によるものだと思うんですけれども、知事として具体的にその1億以上といった場合にどれぐらいがその安定収入の確保というメドになるとお考えでしょうか。
まあこれはいろいろな考え方があると思いますけどですね、その J2 の現状でもちろんいわゆるビッグクラブと言われているようなところ、 J1 経験したクラブのその予算規模等から見ればですね、現状の蒲田マーレはもちろんまだ昇格前ですから、それに比べればかなり小さな規模になっていることは事実だと思いますけども、まあ、そこまで大きな予算を組まなくてもですね、まあ、頑張っているクラブもあると聞いております。具体的な金額というのはなかなかそういう活動の仕方スタイルによっても違うと思いますけれども、まあ、1億でその基準をクリアしたからそれでいいというものではないと、まあ、現在、まあ、胸スポンサーがですね、まあ、うどん券という形になってまして、これはこれで、一つのスタイルじゃないかなと、まあ、評価していただける方もいらっしゃいますけども、まあ、実際にはそのところは他のクラブではですね、いわゆる大口スポンサー、単独の大口スポンサーが胸の PR で、まあ、広告このスポンサー料を出していただいていると、そういったところがですね、改善していくといいますか、スポンサーが確保できていけば、この安定的な財務基盤の確保ということにつながっていくのかなと思っております。NHK の関と申します。昨日瀬戸内国際芸術祭が閉幕したと思いますが、知事も閉幕式出席されていたと思いますが、改めてですね、来場者数についての認識、また今回振り返ってですね、どのようなご認識かということと、また今後ですね、課題となっているのがその閉幕後のにぎわいが継続できるかというところだと思うんですが、知事のご所見をお願いします。はい、集計が一応できまして、108日間昨日の分も入れてですね、総来場者107万368人というふうに先ほど報告を受けております。ご報告きちっと資料を配布できると思いますが、こういった大勢の方が来ていただいて、そして、まあ、無事この終了したということで、まあ、本当に私としてはさまざまな方に感謝申し上げたい、またほっとしているというところも正直なところでございます。今後の話としてはですね、まあ、これ会期と会期の間も実は、まあ、来場していただいている方が大勢いらっしゃいました。それは会期中ということではないので、この107万人の中に入っておりませんけれども、例えば春と夏の間で17、18万人、夏と秋の間でも8万人程度お見えいただいていると、まあ、そういったふうにですね、今後も会期終了後も継続する作品、この前発表いたしましたが、引き続き、まあ、アート、瀬戸内のアートを楽しんでいただける、そういった、環境づくりをきちっとしていきたいと思いますし、また皆さんに、会期が終わってもですね、楽しんでいただける、そういったことも PR して、足を運んでいただけないかなと思っております。またまあ、その単にそういう、まあ、来ていただくというか、まあ、まあ、何度も申し上げてますが、いわゆる、観光振興的なですね、そちら側からの、まあ、アプローチというか考え方ではなくて、やはり、島の人たちが元気になる、これまでの本当に、どんどん、まあ、加速化していってる、そのあるいはいろいろな問題が生じてきたこの島々が芸術の力でですね、元気になる、それがまた今後さらにですね、続いていくということを、まあ、目指していく必要があるのかなと、まあ、その手段としてはいろんな
ものがありますけれども、まあ、あの作品が全部なくなるわけではないということを先ほど今申し上げましたけれども、まあ、さらに今後に向けてですね、また新しいスタートを切っていくと、そういう面で皆様に、また関係者の皆様にもいろいろと今回のこの結果もよく実行委員会等でですね、検証、いろんな検証についてもしてまいった上で、この次回にといいますか、次の新しい瀬戸内の芸術祭というか、どう、まあ、今の段階ではまだ実行委員会でちゃんとお計りしてないわけですので、まあ、今後ということになりますけれども、まあ、香川県がアートの県であるということ、こういったことが今ご指摘の今後のにぎわい作りに必要なことかなと思っております。あのまさに関連なんですけれども、この108日間の取材の中ですね、結構その若い人たちがいろいろ入ってきたりですね、なのでいろんな見えてきた課題とかが、もうちょっとそのカフェが多かったらいいなとか、その船舶 の往来がもうちょっとあったら乗れたのになとかですね、いろんな課題も見えたと思うんですが、まさに知事今おっしゃった中で、環境づくりを進めていきたいとおっしゃいましたが、具体的にそういういわゆるアートを見に来る大勢の人たちを、まあ、うまく受け止めるというか、そういう環境っていうのはさらにあのインフラというか、あの進めていくお考えでしょうか。はい、まあ、あのハードソフトいろいろあると思いますね。来場者のおもてなしするためにですね、まあ、あの例えばあのこれは海外の人のご指摘というか、あの外国人の方がおっしゃってたということで耳にするんですけど、やはりいわゆる無線 LAN というか Wi-Fi 環境ですね、こうしたものが一定程度あの各島には整備したんですけれども、まあ、もっとフリーアクセスといいますかですね、もっと使えるところがいっぱいあった方が、まあ、とにかく皆さんそれが使えればもう撮ってきた写真をすぐ、まあ、いわゆるアップしてですね、世界中に発信してもらえるとたところが、まあ、まだまだですね、その使える場所が限られてたっていうところ、まあ、あの高松空港はもうあの改築して全面的にこの Wi-Fi がですね、自由に使えるように、しかも操作しやすい形でですね、使えるようになってると思いますけども、まあ、そういったいわゆるアクセシビリティというのがですね、この交通手段も含めて、さらにいろんな人のご意見結果について、この今回の、まあ、どういう、まあ、利用といいますか、利用にあたって、感じたこととか、そういったことをお聞きしながら、また次回以降の体制作りをできればいいなと思っております。ございました。四国新聞の坂本ですが、すみません、観光振興だけではないとおっしゃって恐縮なんですが、107万という数字をどのように、受け止められ、また、なぜ前回より、10万以上も増えたのかという、その原因の分析というのはどのように見ておられますでしょうか。はい、まあ、我々としては100万人程度というその数字は持っていたわけですけれども、まあ、これはあくまでもですね、あの交通の問題等々を想定するのにですね、全く数字なしではいけないということで、まあ、あの会期の期間あるいは新しい会場等を想定して、100万人程度と考えていたわけですが、まあ、それを結果的に上回りました。まあ、あのこれはあの率直に言ってもちろん多くの方にご覧いただきたいという思いはありますので、少ない、非常に少ないよりは良かったと思いますけれども、あのその理由としてはやはり新しい会場5会場がですね、大いに寄与している、まあ、前回の会場の7つの島では小豆島が非常に増
増えてますけれども、それ以外の島は若干減、あるいはこのいわば一巡したような感じでですね、減っている という形になってますけれども、トータルとしてこれだけお見えいただいたということは、やはりそのそういった来場者数を目標とするイベントではありませんけれども、県内外の皆様がそのやはりアートというものについてですね、新しい形というか、前回からの本当に世界的にも珍しいモダンアートを海を渡って本当に素朴な日本、あるいは世界的にもそうかもしれない、勝手の原風景というようなものが残っている場所で開催する、そうした点、また恋人会の皆さんも一生懸命支えていただいた、そういったことが皆さんに受け入れていただいた、もちろん瀬戸内海の四季もですね、春夏秋と感じていただけた、そういった点から出てきた数字かなと思っております。朝日新聞の高橋と申します。その知事おっしゃった単に観光振興的なアプローチにしないための具体的な方策として、知事はどういったような、どういったことをお考えなんでしょうか。まあ、単にというか、観光振興でこれもう第1回からですね、企画というか、目指してきたわけではないということを、それは海の復元というようなテーマも掲げておりますけれども、やはり各島々の、島おこしというか、活性化、再び再活性化するといったことで、具体的にはですね、やはりアーティストの人が、芸術家の人がですね、海外の芸術家も含めて、交流するというか、共同制作というような形で、島の人たちと交流している、交流、そういった形の作品を芸術祭の我々の、いわばスタイルとしてですね、できる限りそういう形でやってほしい、単に出来上がったものをポンと持ってくるというような形ではなくて、なるべくそういう形にしていただければ、あるいは制作過程を直接携われなくても、ずっと見ていただく、そのために多くの芸術家の方が島に泊まり込んでですね、ずっと制作をしていただいて、そういう中で島の人たち、あるいは各自治体側も行政側もですね、これまではもうこのそれぞれの島に対してそんなに目が向かなかったようなところがですね、だんだんとこう違う観点になってくる、もうむしろ世界に開けてる島なんだというような意識も出てきたんじゃないかと思いますけれども、そういったものをこれからも大事にしていく必要があるんではないかなと思っております。それに本当に恋人会の皆さんはですね、ボランティアで、自分たちが見たいものも見ないでですね、見たい作品も我慢して、恋人会として活動している間は本当に一生懸命、暑い時も雨の時もですね、いろいろとこの作品の展示に携わっていただきましたが、こういった点も我々としてはやはりこの観光のキャンペーンで、そういう形で参加もそもそもいただけないと思ってますので、こうしたところを大事にしていきたいなと思っています。それではよろしいでしょうか。どうぞ。
共同通信の竹尾です、はい、冬の節電についてなんですけれども、政府が北海道電力以外では今年は数値目標を定めないという決定をしましたけれども、香川県ではまあそれはそうなんですけれども、今後どのように冬の節電に取り組んでいくか教えてください。そうですね、ご指摘の通り数値目標が特に、必要とされない形で、四国電力側ではですね、12月から3月までの間、効率的な使用あるいは、生活あるいは産業活動に支障のない範囲での節電をお願いしたいということですので、県のまず県有施設の冬季節電についてはこの四国電力側の要請を踏まえてですね、具体的に引き続きどういった対応をするのか、また改めて検討してまいりたい。また県民の皆様にもですね、地球温暖化対策の観点ということもありますので、年間を通して省エネルギーの取り組みを呼びかけておりますけれども、事業者に対していわゆるウォームビズなどの推進を働きかける、あるいは空調ボイラーなどの設備ごとに省エネの手法を開設する省エネルギー講座を今月来月と開設することとしています。家庭向けにもいろいろなテレビラジオ等々の広報媒体で啓発し、省エネの取り組みを紹介していきたい。いわゆる節電チェックリストも掲載してですね、身近なところから節電できるように検討して呼びかけていきたいと思っているところです。読売新聞の中辻です。芸術祭の関連なんですけれども、先ほど、会期中にもたくさんの方々が来られたというのもあるかとは思うんですけれども、また来場者ありきではないということも認識はしているんですが、2010年から開かれていた中で小豆島だけは前回を上回って、一方それ以外の島は大きく落ちているということなんですが、なぜ他の島々は落ちて小豆島は好調だったというふうにお考えですか。そこのなんていうんでしょうかね、来場者数の増減についてですね、なぜ増えたかなぜ減ったかというようなところをどんどん追求していくとですね、やはり、目指しているところがそういう入場者来場者なのかということになるので、ちょっとその我々の何と言うんでしょうか、視点が違ってるわけですけども、あえて言えばやはり県内の方はですね、どうしても新しい、特に三味島とかですね、あるいは夏の息吹とか、さらに秋の三島、県民の方でもですね、実はそういう島によく行ったことないなという方が行っていただいて、その反面ですね、他の前回も参加した島について、一度行ったところはですね、足がなかなか向かなかった、気候の問題も若干そういう意味ではこれはあったのかなと思っておりますけど、夏の酷暑とですね、秋の台風が週末ごとにやってきたようなところもですね、そういう意味ではこの減ったっていう、他の島が減ったというよりは伸びなかったっていう点、そういう新しい島との関係、あるいは気候面の関係、そうしたことがあるのかなと。小豆島につきましては非常に新しい話題性のあるですね、ビートたけしさんの作品とかそういったものが、特に関西方面からのアクセスも小豆島はいいわけですので、そういった点で多くの方が今回さらにお見えいただいたのかなと、感覚的にはそう思っておりますけれども、何度も申し上げますけど、やはりこれをもっともっと増やさなきゃいけないという観点では私どもは考えていないので、こうした点についてむしろ
なんて言うんでしょうか、来たお客様の声をですね、お見えいただいたお客様の声をもっと、先ほどお尋ねいただいたような点について、さらに、おもてなしということで考えるところはどこなのかということは、これはこれで考えていきたいと思っておりますけれども、各島の比較とか競争みたいなことは、あまり我々としてはこのさらに分析していくというようなことは考えておりません。ありがとうございます。閉幕のタイミング なので検証はまあ今後ということなんですけれども、島民の方はたくさんの来場者があって基本的には非常に喜んでいらっしゃるんですが、いや具体的に言いましたら自転車で散策するグループが横に広がって、その方々自身も危ないし交通事故の可能性を心配されていたり、あるいはゴミを持ち帰るように呼びかけているんですが、どうしてもそのまま置いていく方がいて残念だといった具体的に言えばそういう声もあります。一方で来場者の方もバスがやっと到着しても満員で乗れなかったりとか、やはりおもてなしという観点では持って帰るのが基本だけども、例えばゴミ箱を行政が増やすとかそういうような方策もあるかと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。第1回の時もですね、終了後いろいろなお声をお聞きして、今のお話と似たようなことがすでにその時に言われており、船の話から始めていろいろと改善を試みたつもりですけれども、これからさらにですね、具体的な点を もっと検証していって、せっかくのやはりこのアートの祭典を、気持ちよくやっぱり見ていただけるように、そして喜んで帰っていただけるようにですね、さらにそうした点の改善に努めていきたいと思っています。朝日新聞の柳谷です。瀬戸県の関連なんですけども、次回のことについてはまだ総会などもありますのでまだ決まってないとは思うんですが、一方今年、新しく参加された5島の方々とか非常に新しく参加した島の方々非常に喜んだりしておるわけでですね、で、知事ご自身の気持ちとしてですね、次回もしするのであればその新しく、今回入ってない12の島以外のところに広げて、やりたいというようなお考えというのはあるんでしょうか。これはですね、今回、確か7つから5つ増やして12となりましたけども、さらにそれ以上というところはですね、いわゆる自治体単位で見ればほぼ中生産も含めて島を有する各市町はもう基本的には全て参加していただいている形になってますし、それからこのマネージできるかどうかというような恋人隊の皆さんのボランティアの支援もですね、ずっとこれに全く本当にイベントボランティアの方々の熱意に甘えるというか頼るというのも限界もあるんではないかと思いますので、今の時点で私は新しい島ということについて積極的に考えてはいません。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして知事の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。